こんばんは、エウレカです。今回は歌マクロス衣装特別演出コレクションミレールの第10回プリティーマーメイド見てまいります。水しぶきを上げて夏の海を自由気ままに楽しんだ少女たち、きっと来年も素敵な姿をみんなに見せてくれるに違いない。なんかね、この後ろの絵、ごめんごめんですよね。どっかプレートあった、ここで出てくるか、ここにある、ごめんごめん、どうだ、あったあったあった、これ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 、ね、よく覚えてたこの当時の言い方で言うとめんごめんごなかなかいい絵ですね。はい、反省の色はいまいちといった感じだ。はい、あとは、はい、星5プレート、こちら見てまいりましょう。渚のリバリーガール、白のレースにプリントがあしられたキュートな水着で夏の海を満喫するミレイヌ。自由気ままに夏を楽しむミレイヌに対し、グバはちょっとお疲れのようである。へー、あら、これレアリティアップ後前、あ、今の文章はレアリティアップ後の話ですね。お疲れのようであるっていうね、ここの部分の、はい、これレアリティアップ後です。いや、これ前の方がいいかな、こっちの方がいい感じな気します。で、この水着はミンメイさんと確かお揃いな感じの衣装だった気がします。あとは星4プレートとかいろいろ実感とかないわけ？いいですね。なかなかいいですね。はい、あとは星4プレートとか、バトルセブンの本領発揮、サービスやってんのに、はい、こんな感じのラインナップでございます。はい。楽屋へ移動してまいりました。衣装変更、ホリグローリーからのファンシーコーラー。燃えてきたちょっと切り替えましょうか。あれ、水着が並んでますね。サマーリップル、張り切っていきましょう。そんなに水着が連チャンだったんだ。最高。はい、ビューしてきまーす。まあ、コーラルっていうのはサンゴって意味のはずですね。どこら辺がサンゴなのかちょっと分かりづらいところではありますが、まあ、可愛らしい衣装ということですよ。太ももですね。太も、そしてお尻ですね。ちょっとね、ちょっとふんどしって。もう少しローライズしてよかったんじゃないのかな、この水着な。ちょっと、ね、やたらハイレグが流行る時期とかもあるみたいで、あ、グババだ。こんなとこにグババついてる。なかなか、ワンポイントいいんじゃないですか？こっちはちょっと見えないな。そうね、ワイハーの方ではね、なんかめちゃくちゃハイレグが流行ってたりね、もうなんか食い込ませるぐらいのなんか、そういうのが流行ったりしますからね。お、ツインテールです。ここについてるアクセサリー、ちょっと髪の毛が邪魔、髪の毛が邪魔。胸元のペンダントが、どうもちょっと左向きたいみたいですね。ミレーヌさん、縦向きもしてきます。全身一回転していきましょうか。ぐるりと回ってきます。首がちょっと残るんですよね。そしてこう振り返る、この向きがね、ちょっと難しいんですよね。はい、そうしましたら、これで、はい、特別演出見ていきます。はい、シミュレーションライブ会場へやってまいりました。リメンバー16特別演出見てまいりましょう。張り切っていきましょう。バサラの時はギター変化に、あとラジカセだったかな。これは訓練ではない、十分に注意しろ。
あ、なんかオルゴールが、あれオルゴールって言えばバサラの方がサマーオルゴールだったような気がするんですけどね。あれ違ったかな。ベースはオキッパです。持たないのか。ここに来ると思い出す、まだ夢ばかり見ていた頃、星からたなびく風が俺を昨日へとさらってく。Remember 派手なブルーの空 60 笑顔を映す君、二人で描いた千年先の未来、まだ忘れたわけじゃないんだぜ、あの時の約束を同じ強さで同じスピードで、夢の途中 Remember 60。ベース握ってましたね。あ、閉じちゃった。あ、閉じちゃった。そしてちゃんと指引きしてたような気がします、今のは。やったー。そうっすね、なんか他の歌姫とかと絡んでる時のあのエアベース、あれはもうなんかみんなとの動き共通だからあれなのかもしれないんですけど、今回はもう完全なるね特別演出ということなので、それで指引きになったんでしょうね。あとはオルゴール、なんだっけあれ、フィジカなんだっけ、確かそこら辺の話だったと思いますけど、もう忘れちゃっておりまして、マクロスセブン、今再び見ている最中です。まあそのうちあのオルゴールも出てくるんだろうな、確か出てきたそういうやつだったような気がします。なんか最後に閉じてしまうところがちょっと寂しい感じではございますが、はい、そうしましたら今回はここら辺で終了ですね。いや、まあちょっとやっぱバサラの歌はね、思わず口ずさみたくなっちゃいますよね。まあちゃんとね特別演出これからもあの見ていこうと思いますので、動画作ってまいりますので、お付き合いよろしくお願いいたします。そうしましたら今回もご視聴どうもありがとうございました。